みんなの銀行は危ない。危ないぞ。みたいなことをね、考える人もいるかもしれません。確かに GMO とか、あと FX の口座開設とかね、DMM の、未だに報酬高いですよね。危ないんですかね。だって、広告費のことを考えたら、もっともっとお金かかるところを、セルフバックで口座作ってくれるんだったら、安いよなぁという考えは今でも変わりません。まあ、人の思い込みってのは本当に、いろいろと捉えどころがないもんで、私子育てしてるとね、こんなこと言う人がいるんですよ。哺乳瓶で飲み物を子供に飲ましているとね、虫歯になりやすいよって言うんですよ。虫歯になるから哺乳瓶からストローに変えた方がいいですよって言うんですよ。まあそれは善意で言ってくださってるんで、あ、そうですね、やっぱストローにしていかないといけないですねって答えるし、実際私もね、なるべく早くストローにしてほしいなと思うんですよ。でもまあ、でも未だにね、哺乳瓶で飲ましてます。じゃあ虫歯が心配じゃないのって言いますけども、いや逆に聞きたいんですけども、じゃあ哺乳瓶をね、一刻も早く卒業してストローにしたところで虫歯にかからないんですか？通常生きていたらほとんどの方虫歯かかってるでしょ。違いはないんですよ、やっぱり。私はそう考えますよね。で、あとストローにするのが人よりも遅いよとか早いよって問題がありますけども、10歳ぐらいで未だにね、ストローで飲めずに哺乳瓶っていうんだったら分かりますけども、さすがに小学校上がる頃にはみんなしてね、哺乳瓶もう終わってますよ。だから2歳とか3歳とか4歳ぐらいの時の1年2年を、まあ、その1点だけを上げつらってね、成長が遅れてるとか早いとかっていうのは当たらないと思うんですよ。トータルで考えたら得意分野不得意分野みんなあるわけですよ、ね、だからそれを1点の思い込みだけでね、全否定するような、発育が遅いですよとか言うのおかしくって、いや早いところもあるし遅いところもあるんだよと、ね、どこを基準にするか、全体的なのかたった1点を捉えるのかね、人の思い込みってのは本当極端に触れるところがあるかなと思うので、怖いなと思いますよね。で、正解は何でしょうね。何なんでしょうね、正解はね。わかりません。いってらっしゃい。